矢をよろず須崎神社3回目でございます。今回はですね、はい、この前枠の部分でおみくじを引いていきます。え、もう引くの？もう引いちゃうの？早くない？もう引きます。もう引くの？こっちにもいろいろ段取りっていうものがあるんです。言っちゃうんだそれ。言っちゃうあるんです。はい、じゃあもう引いてください。下側の紙を、はい、もうちょっと振ってね。はい、これさあ、みんな引きましたね。はい、はい、さあ、じゃあ開いていきましょうか。いいですか、私から行っても、はい、いいですよ。私はルンルン、なんだろうな、なんだろうな、なんだろうな、なんだろう、大吉。願い事、思うままです。嘘。続いて、あかりちゃんいきますか。いきます。ででん、ででででってって、でーん、え、すえきちでした。ちょっと、かなちゃん残念、残念。学問、自分、自己の甘えをして全力を尽くせ。甘えずで勉強するよ。見てみますね。うん、じゃんじゃんじゃん、ドキドキするよ。キッチー、おー、キッチー、キッチーですね。学問、努力すればよろしい。努力します。今年も頑張ります。お願いします。お願いします。もうすっごい、あの、感じて選んだから、私の。そうだね。バン、大吉だー。すごい、すごい、嬉しい、嬉しいね。ちょっと待ってくださいね、今読むから。学問は安心して勉学せよと書いてあります。いや、もうそれよりもさ、あの鳥、あのちっちゃい鳥、何、焦りなさんなっても。焦りなさんなって。これからやりますがな。小野の小町の矢をよろず。かわいいな、ちっちゃいな。見て、ね、かわいい。さあ、楓ちゃん、お待たせしました、はい、ここからはこの鳥居のお時間になります。やったー、やったー、イエーイ、ね、この鳥居、なんなのね、どうするの、危ない危ない、何、教えて、落ち着いて、落ち着いて。まず、須崎神社の説明の時に、うん、土地神様がスサノオノミコトをお招きしたって言いましたよね。うんうん、言ってた、うんうん、言ってました。それは覚えてますか。うん、その土地神様がこちらの石神神社になります。この神様が呼んだの？そう、この石神様が、うん、もういつからお祭りされているのかわからない古い神様なんです。もともと別の神社だったんですけど、うん、今ではこの須崎神社でお祭りされています。へ、どんな神様なの？古いから記録が残されてはいないんだけど、うん、今はこちらの神様がお祭りされています。バン、サルタヒコの御事です。サルタヒコの御事は道案内の神様なんです。道案内の神様、うん、え、どんな神様？うん、昔アマテラスオオカミがこの国に下るようにニニギの御事に命じたんですね、うんうん、そしてその途中で何本もの道がある分かれ道で困ってしまったんです、うんうん、その時に道を示してくれたのがこのサルタヒコの御事です。なんか交通のおまわりさんみたいだね。おー、なるほどね。こっちですよ、こっちですよ。この神様ね、うん、他の神様と姿がちょっと違ってて、うん、ものすごく背が高くて、あと目が真っ赤に光ってて、あとものすごく鼻が長いんです。鼻が長い、そうなんだ。違うんですね、ちょっと他の神様と。すごい。でもどうしてサルタヒコの御事がお祭りされてるの？この額に道祖神って書いてあるのが見えますか？あ、書いてある、うん、書いてある、うん、この道祖神っていうのは道の神様で、旅の安全をお守りしたり、うん、幸を運んだり、うん、悪いものが来ないように遮ったりする神様なんです。で、この神様は昔からある石なんかにお祭りされてたの、うんうん、そう、で、この石神神社も石、うん、あ、石、そう、だからこの道祖神の性格も持ってて、そして猿田彦の御事は道案内の神様だからお祭りされてるんです、ね、この社はどうやってお参りするの？お、それはちょっとその前にですね、うん、もう一つ紹介したいお社があるんです。もう一つ、うん、
こちら縁結びの神と書いてありますね、うん、さあどんな神様がお祭りされているでしょうか。うーん、縁結びでしょ。あ、羊神社でお参りしたくくり姫の神、うん、おー、縁結び、ね、残念。え、そう、確かに縁結びの神様ではあるんですけど、うん、ここでは違います、正解は、うん、あの芸能の神様、雨のうずめの御事です。なんで、どうして芸能の神様が縁結びの神様なの。この須崎神社では縁結びの神様でもあるんです。それはなぜかと言いますとですね、じゃん、ばん、雨のうずめの御事は猿田彦の御事の奥さんだから。そういうこと。芸能の神様と道案内の神様、うん、あ、そうそうそう、の夫婦、うん、どこで出会うの。ですね、さっき猿田彦の御事は天照大のお使いに道案内をしたって言いましたよね、うんうんうん、そしてそのお礼に故郷に送り届けて使えなさいって雨のうずめの御事に命じたんです、うんうんうん、そして結婚をしたっていうわけなんです。なるほど、うん、そう。でもさ、この石神神社をお参りするのに何か関係があるの。それはですね、もう一回石神神社に行ってから説明します。なんだろう、なんだろう。実はこの石神様のお参りはここだけでもいいんですが、うん、もっとね、より良い縁を結ぶために独特のお参り方法があるんです、うん、気になりますか。気になる、うん、教えてあげましょう、うん、でもその前にちょっとある人のお力を借りたいと思います。ある人、おーい、ひょっとこさん。なんでひょっとこさんの力がいるの、うん、まあ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 、じゃあまずは手順を説明しましょう。こちらの新しくなった社務所で、はい、まずですね、これね、この縁結びの輪を買います。はい、はい、そしたら次にこの白い紙にどんな縁を結びたいのかを書きます、うんうんうん、もう縁っていろいろあるからね、こう人とか仕事とか環境とかね、うん、確かに。次に本殿で縁結びの願ってお参りします。はい、はいはい、次は石神神社です。はい、石神神社のこの御幣で身を清めます。はい、いいですか。左右左です、うん、はい、左右左、はい、さあここまで来たらひょっとこさんの出番です。ひょっとこさん、ひょっとこさんには私たちの代表でこの鳥居をくぐって橋を渡ってお参りしていただきます。なんでひょっとこさんなの。あ、それはね、猿田彦の御事と雨のうずめの御事は夫婦ってさっき説明したでしょ、うん、で雨のうずめの御事はおかめの原型っていう言われてるんですよ。へー、どうなの。そう、それでおかめとひょっとこはね、なんか一緒にいるでしょよく、うん、だから猿田彦の御事とひょっとこさんは何か関係があるのかなみたいな。あ、なるほどね、なるほどね、感じでございます。なんか確かになんかよりご利益ありそうな気はするよ、うんうん、そうでしょ、うん、そして続いてはですね、はい、この雨のうずめの御事のお社にお参りします。はい、はい、このさっき縁を書いた縁結びの輪を、うん、あちらにある道祖串にかけます、うん、はい、かけたらこれね、一本あるね、はい、うん、これをこう結んで縁を結ぶ、そしてお参りして完了です、はい、はい。この須崎神社すごい中身濃い神社だったでしょう。ねえ、縁結びどうかな、ね、でもさ、ひょっとこさんにもね力貸してもらったし大丈夫だよ。どうかな、こらこらこら、ね、頭の中縁結びのことばっかりになってるじゃん。違いますよ、世界の病気平癒のお参りのために今日ここに来たんでしょ。でも縁結びじゃない。